せっかく昔のメンバーがゴーチンも平井ちゃんもおるんで、昔よくやってた曲を2曲ばかしオリジナルもやらせていただこうと思います。ゆきさんはなんと練習2回で覚えてくれました。ハッラクウォーメン。なってるけども、皆さん元気に四十肩の人も五十肩の人も右手をぶち上げてください。ロックザネーション。